こちらの劣化塗装ツヤ復活コート剤でガラスコーティング剤技術を応用しまして、ケイ素樹脂を使用した、硬い薄膜のものとなっております。一度劣化したものに塗るものになっておりまして、まるで、再塗装したような仕上がり感を見せることができます。こちらはかなりガラスコーティング剤膜が厚膜となっておりますので、透過率の影響からまるで復活したようなかなり厚膜になっております。ですので、このように透過率の影響でまるで復活したように見せるというものになっております。で、施工に関しましては1回施工で、拭き取りなしで施工していただけますので、こちらのような看板ですと触っていただいたら白い粉がつくんですが、そのようなものをチョーキングというんですが、こちらの再チョーキングというものを防ぎます。一度洗っただけですと、また塗装面が劣化しまして、このように再チョーキング、チョーキングがまた引き起こされる原因となってしまいます。で、このような厚膜のコーティング剤を塗っていただくことで、このようなチョーキングを長期にわたって、防ぐというものになっております。で、ガラスコーティング剤とは、主に紫外線、酸性雨、雪、塩害などの外的要因から建物、こういう塗装面を守るというものになっております。コーティングをしますので、このような外的要因からも表面が削れてしまうんですが、それは外のガラスコーティング剤が偽性被膜となりまして、塗装面を守っていただくと、このようにコーティング剤をしていないものになりますと、このように表面が錆びてしまったり削れてしまったりした原因になりますが、こちらコーティングをしていただきますと、そのようなものがこちらのガラスコーティング剤が削れるだけで塗装面は守ると。で、時間を経っていただいてまた再塗装していただければ、またこのような状態を維持できるというものになっております。で、密着性の悪い素材、対象物の表面を炎で炙って、その表面の分子結合を変えることによって密着性を上げるという処理を行います。で、炎を対象物に当てていきますけれども、表面温度は40度ぐらいしか上がりませんので、樹脂なんかでも溶けずに処理ができて、UV 印刷とかパッド印刷とか塗料とか接着剤、密着にお困りの方はこういった装置を使っていただいて。